準備は万端です。デュネケス、息子と釣りをしたことは？あ、いえ、全く。兵士として生きることこそ我が誇りです。ざれ事だ、忘れてくれ。さて。運命と向き合おう。スパルタ人よ、我らの息吹が一つごとに我らを導いてきた。流れ出た血と汗と涙、そのすべてが我らを連れてやってきた。今ここにペルシア軍は我らを奴隷にする。なすべきは一つ、神々を奴らの流しで染め上げてやるのだ。何のために戦う？息子たちのために、娘たちのために、スパルタのために。セルクセスが生贄を送る。おい、ペルシア人、その首をクセルクセスに捧げてやる。愚かなスパルタ人め、やってみるがよい。スパルタ人よ、今日お前の血筋はここで耐えるのだ。カラスが目玉を食らうようにお前の血で酔いしれてやろう。お前ごときの技量でやれるのか。セルクセスは王の中の王、お前を粉みじんにしてやれば誰もが我が王にひざまずく。たわごとは聞きや、その口を塞いで。スパルタにかなう者なし。
裏切り者だ。クセルクセスに山の裏道を知られたようです。すでに夜明けまでにお前たちは完全に包囲される。我らは最後までスパルタ人だ。スパルタ人め、その言葉は無意味だ。クセルクセスがお前たちを根絶やし、この日をペルシアが忘れることは決してないだろうな。そして明日、世界は記憶するだろう、我らの戦いを。見つけた。ああ、すごいことよレイラ。本当に例の槍なの？間違いない。本が真上に置かれてた。こんな幸運に恵まれるなんて。よし、始めるわ。本当に信頼できるの、この本？もしかして。お願いビクトリア。分かったわボス、今準備する。さて、前回入った時から少し変更を加えてあるわ最近のテクノロジー業界にはついていけない。最大近くシンクロ率を上げてシミュレーションしてもいいわよ、ご希望ならね。最速にして、全て余さず見尽くしたい。派手にやらなきゃ意味がないものね。激しすぎたら言って、後で設定を変えられるから。これはアニムスのあなたにどれだけの情報が与えられるかを示すわ。大丈夫、私のことは心配しないで。少しくらい自由に動いても死にはしないわ、多分ね。もし助けが必要になったら教えて、すぐに戻すわ。ねえレラ、行く前に。全てが変わる。この本、この槍、この話が正しければ。情報源として頼るのはどうかしら。歴史家だかなんだか知らないけど、魔法や神々について書いていた男よ。ホメロスとは違う。ヘロドトスは最初の歴史家として名を残した。事実も記されてる。イスの秘宝を探すなら子孫にあったと主張してた男を信頼するのが一番でしょ。そうだけど。私を信じて。この槍もこの本も全てが本当だって気がするの。それにアブスター号に先手を打たれて、これ以上遅れを取るわけにはいかない。あなたの言う通りね。でも一つだけ問題があるわ。何なの？控えめに言っても、この本は状態がいいと言えない。槍から見つかった DNA は二人の人物のものだと分かったわ。どちらの DNA を追うか選んで、選択はあなた次第よ。彼なら正しい道を示してくれる。了解、やっと行けるわね。紀元前431年へ出発。ペロポネソス戦争の始まりよ。幸運を祈るわ。プレッシャーをかける気はないけど、あなたが頼りよ。もうアブスター号の好きにはさせない。本の内容が真実で秘宝を見つけられたら、アサシンはやっと復活の機会を得られる。きっとやれるわ。そうだビクトリア、あの本を読んで。まだ見つけられてない秘密が隠されてるはず。わかったわ。アレスティトニトロイデイラロシトスタロンダスフカルディオスコスコピートンスコンタトアガレイセヨンキテスペンフィクシI'm not afraid of the dark.
クロープスから伝言だ。やつにクソ食らえって伝えろ。先週の分だ。クソ。お前は随分腕が立つそうだな。見せてみろ。近くに来たら見せて。かかってるだろうが、キクロープさ貸しっぱなしにはしないぜ。少し学ん。まったく懲りない奴らだ。そろそろ勘弁してくれ。ああ、忠告どうも。はあ、何があったの？何でもないポイベ、もう全部片付いた。またキュクロープス？あいつまだ懲りてないの？らしいな。ああ、遠慮はいらないぞ。イカロスもどう？ゼウス様は私にもアレクシオスみたいにわしを授けてくれるかな。ねえ、頼んでみてくれる？ああ、わかった、頼んでやるよ。やった。それで何しに来た？ああ、忘れるところだった。マルコスが探してたよ。一体何の用だ？さあ、新しい家に会いに来てほしいって。ブドウ園の。は？ブドウ園だと？あの野郎。サミに行く道沿いだよ。ワインで儲けるんだって。いつからブドウ園を持ってる？うん、昨日かな。あいつ、俺に金を借りてるんだぞ。それがブドウ園だと？どこにそんな金が？だよね。で、そのマルコスの見事なブドウ園はどこにあるって？アイノス山にゼウス様の像があるでしょ？その南。そうか。それじゃあマルコスに会いに行ってやるかな。ありがとう、ポイベ。遊びはここまでだ。固め野郎に言っておけ。次会ったら残りの目をイカロスにくれてやるとな。身支度が終わったらマルコスに会いに行こう。ポイベイはまたここで眠ったのか。家がないのは何とかしてやりたいが。うわ、いい匂いだ。さすがにモンスターか。マルコスは幼い俺にはこれで十分だと思ってた。今じゃもう役には立たない。
ここがブドウ園だな。この先だ。マルコスめ、今度はどんな面倒を呼び寄せたんだ。何度も言ってるじゃないですか。ダメですって。俺の農園だぞ。俺の好きに植える。ここじゃブドウが死んじまう。全滅だ。いいか、過去のことは全て忘れろ。手を取り合いワイン作りに革命を起こすんだ。いつか必ずこの日を振り返る。
アレクシオス、よかった。恋兵は間に合ったか？おい、聞こえてるぞ。心配してた。キクロプスがクズどもをよこしたもんでな、お前を狙ってる。ああ、襲われる前に教えてもらいたかったよ。そんなことよりブドウ園を買っただと？どういうことだ、マルコス。悪いか？ワインが好きなんだ。みんなワインが好きでワインを買うんだろう。だったら俺から買えばいい。ブドウの育て方もワインの作り方も知らないだろう。飲み込みは早いぞ。ブドウを育て、ワインを作る、それだけだ。そんなに単純だと？おいおい、見くびってもらっちゃ困る。マルコスは常に計画的だ。なら、俺の貸した金はあるんだな。お前から借りてる金？ああ、もちろんある。いや、まあ、ここにはない。じゃあ、すぐに取ってこい。ああ、うん。でもお前の方が話が早そうだぞ。ハサミにいるある商人が、俺はこういうのは得意じゃないし。貸した金を自分で取りに行けと？サミでお前が取りに来るのを待ってるんだ。その商人って？デュリスだ。知ってるだろう？いいやつだ。デュリスだと？またか。なぜ奴に金を貸し続けるんだ？友だからさ。彼の家族を飢えさせたくない。あんたはいい友だが、金の扱いは下手だな。奴の居場所は？サミの鳩場を見下ろす店だ。知ってるだろう、アレクシオス。確かなのか？キューティーやじゃあるまいし、そんなのわからないよ。で、どうすればいい？オリーブ油の時みたいなやり方はダメだぞ。あれはやりすぎだった。金は手に入っただろう。だがそれきり何も得られなくなったんだぞ。殺しちゃ元も子もない。脅す、痛めつける、物を壊すのも金を巻き上げるのもありだ。だが客には手を出すな。やむを得ない時は別だけどな。やつは金を持ってるんだろうな。ブドウ園を売りたくはないだろう。当然だ。あ、それから他にも相談したい件がある。また後でな。わかった。だが馬を使わせてもらうぞ。歩いていくには暑いし遠すぎる。おい、ずいぶん安い利子だとは思わないか、マルコス。みんなが得をする。確かにその通りだ。好きなのを選んでくれ。この左の馬はスキュロス種か。たくましいのに目をつけたな。まるでヤギみたいに山道にもしがみつくぞ。真ん中のこいつ、どんな馬だ？美しいだろう。あの馬はテッサロニアから来たんだ。度胸の良さが売りだ。ああ、そうだな。右の馬が気に入った。マケドニア種か。戦闘用に育てられた奴らだ。まさに戦士の馬さ。よし、決めた。どの馬にしたんだ？右のにする。いい馬だ。ああ、そうか。いいのを選んだ。だが実はこの品種にはちょっと癖があってな。そんな馬を連れて行かせるのは気が引ける。よし、こいつだ。本気か？これは決まりだ、マルコス。これでみんなが得をする。特にお前はな。他でもないフォボスを選んだ。頼りになるぞ。フォボスか。デュリスから俺の、いや、お前の金を回収したらサミの神殿に来い。おー、エウテルペ、ワインならまだあるぞ。安心しろ。後にしてよ、ポイベイがさらわれたの。誰に？キュクロープスの手下よ。大通りのすぐ脇で連れ去られたの。どっちへ行ったんだ？クティメネ海岸の方へ行ったわ。海岸？あの子泳げるのか？俺が行く。頼んだぞ。だがデュリスのことも忘れないでくれ。進め。
や。顔色が悪いな。神々を怒らせたかもしれない。なるほど、神々は執念深いらしいな。以前はドロガルティ洞窟でヘルメスを崇拝してたんだ。あそこにも神々がいてな。洞窟に貢ぎ物をすれば願いを聞き届けてくれる。だからみんなそれと引き換えに何かを頼むんだ。ああ、だが私の願いは一度も叶っていない。もう金も貢ぎ物も底をついてきた。私も貧しい身なのに、きっと何か悪いことをしたんだ。そういうこともある。ヘルメスは厄介だ。でも洞窟には神々がたくさんいて、それぞれ違うことを求めるんだ。自分で聞きに行ってみろ。私の最後の貢ぎ物をやる。あれが本物か確かめたいんだ。よし、心配するな。行ってやる。ありがとう。だが忘れないでくれ。くれぐれも慎重にな。あそこは神聖な場所なんだ。本当にそうかな。誰かがここで供物を落としたんだ。像の裏に隠れてどこかへ運ぼうとしてたらしい。隙間風だ。壁に割れ目でもあるのか。慎重に行こう。
なんだ。この辺りから聞こえたはずだが。おかしいとは思ってたの。奪われたものは。いや。捧げられるのは信仰心だけですが、お助けを。貧しいのです。4人の子供がお腹を空かせています。市場で売るカゴを編んでいますが、荷車が壊れてしまって、直せなければ路頭に迷います。聞いているぞ、ヘルメスの子よ。ああ、神よ、どうかお救いください。祈りは聞き届けた。信仰厚いそなたには必ずやふさわしい富がもたらされるであろう。聞いてくださると思った。私の日々をあなたに捧げます。サミの粗末な家にあるものはすべてあなたのものです。称すべき信心である。帰路につき運命の訪れを待て。はい、わかりました。待ち望んでいます。まあ、金が必要なら盗賊が盗んだもので賄えるだろう。洞窟にいるのは神々じゃなく、皆の希望と金をかすめ取る盗賊どもだ。くそ、やっぱり盗賊め。ゼウスの怒りを買うことはないだろう。それどころか情けをかけてくれるかもな。ゼウスが盗賊たちに裁きを下してくれるといいな。心配するな、俺が裁きを下した。それで十分だろう。